ケメコデラックスは岩崎正和による日本の漫画作品。2005年12月号より月刊電撃コミック画をにて連載していたが月刊電撃コミック画をの休刊に伴い月刊コミック電撃大王に移籍して2011年8月号まで連載された。また2008年10月から12月までテレビアニメが放送された。 小林三平太氏は、十年前に結婚を約束した、少女のことを思い出していた。ある朝、目が覚めると、目の前に、ケメコと名乗るウェディングドレス姿の謎の少女が現れた。彼女は、突然、私がお前の嫁だと宣言し、結婚を迫る。突然の出来事に困惑しとりあえず学校へと逃げた、三平太氏だったが、その日の午後、再びロボットの襲撃を受ける。 すんでのところで再び、ケメコが現れて、ロボットを撃退。その後ケメコの中から三平太の初恋の少女によく似た、姿をしたパイロットの少女、MM が意識を失った状態で排出される。この日から、MM は、半ば強引に三平太の部屋に行き、またケメコの姿で、彼の学校に教師として赴任してくる。同時に、地元の大企業である、 三島電機からの資格が三平太を狙うようになる。三島電機の目的は彼の体内に埋め込まれた無限のエネルギーを秘めたナノボールのダッシュとナノボールの開発者である三島総一郎の娘である MM の抹殺だった。声は口述のアニメ版のもの。2006年6月27日発売。 ISBN 978から4から8402350202007年1月27日発売 ISBN 978から4から8402374992007年8月27日発売 ISBN 978から4から8402400862008年4月26日発売 ISBN 978から4から04 2008 10 25 ISBN 978から4から0486738842009年6月27日発売 ISBN 978から4から0486786502010年2月26日発売 ISBN 978から4から0486842792010年9月27日発売 ISBN 978から4から04から868915から12011年8月27日発売 ISBN 9 7 6 78から4から04から87万827からに2 0 0 8年10月から12月まで UHF アニメの携帯で放送全12話制作委員会と放送局は同年9月まで放送されていた乃木坂遥の秘密をほぼ踏襲している当初オープニング映像の監督を山本博士が担当する予定だったが諸事情により 自ら降板した。ただし、番組のスタッフとして、制作には参与している。前述の通り、すべて、乃木坂遥の秘密から引き続いて放送している。北入りのケメコマニアックス、は、ケメコデラックス、の、宣伝ラジオ番組、北入り公開調教番組を標榜している。2008年10月25日に秋葉原エンタ。 祭りにて開催されたイベントにて、任天堂 d DS 用ゲームソフト、ケメコデラックス。DS 嫁とメカと男と女の制作が発表された。5PB の制作によるアドベンチャーゲームで2009年2月26日に発売。ケメコデラックス。DS 嫁とメカと男と女に関するカテゴリー。ありがとうございます。